騙されたと思ってお前これやってみろお前。飛ぶぞ。さあ今回ですね、この関係詞全部まとめて関係詞と書いてありますが、これ関係代名詞、関係副詞、すべてこの機会にですね学んでしまいたいと思います。それに必要な知識がこちら。まずは追加情報を後ろに置くということ、これが英語の癖であるということ、そして WH 疑問文をちゃんと理解できているかということ。必要な知識はたったの2つ。基本的な必要な知識はこの2つが主に必要になってきます。そしてですね、ここの関係代名詞、関係副詞で英語をつまずいた、英語が極端に嫌いになってしまった人、もう必見です。必ず解決すると思います。絶対に大丈夫です。頑張りましょう。まずはですね、こちら追加情報を後ろに置くというところ、これをおさらいしていきたいと思います。 She is the woman、 彼女は女性だよ。そしてその後に I love、 私は愛しているという追加情報がべっちょりと貼り付きました。これでどんな女性なのかを説明することができます。私が愛している女性だということがわかると思います。そしてこんなミスをしてしまう人、まあ最初のうちはこういったミスする方も多いと思います。 She is the woman, I love the woman とやってしまいがちな気持ちもわかるんですが、これ実は正しい英文ではありません。説明、追加情報として後ろに置くにはちょっと the woman の部分がダブっています。これが不必要だということです。ダブるから言わなくて結構です。これもし言っちゃうと2つの文章ただ並べて喋ってるだけになってしまいます。なので1つの文章にしたかったらダブってる部分は言わなくて結構ですという感じです。さあそれではざっと使った関係代名詞見ていきたいんですが、ちょっとその前に、そもそもですね、ざっとって何なんだいというところから始めていきたいと思います。このざっとこんな感じです。あれとかあの、これ一体こんなのわかるよっていう感じもしなくもないんですが、これ何をやってるかというと、相手の注意関心をこれから言うこと、対象物に向けるという役割があります。これがざっとの主な存在意義、働きです。さあそれでは関係代名詞ざっとを使った文章を見ていきたいんですが、さっきこれ見た文章、この追加情報として I love が並んでます。これにですね、関係代名詞のざっとを使ってみましょう。 She is the woman の後に that、 さあ指で指しているような感じがしますが、これ何をしているのかというと、相手の注意関心をこれから言うこと、私のこれから言うことに向ける、追加情報に相手の注意関心を向けるという役割があります。どんな女性かっていうとねっていう感じで that って言ってます。そして I love、 私が愛しているっていうのが追加情報でべっちょりと貼り付いてます。この上の文章と下の文章は基本的に言っている意味は全く一緒です。ただ何が違うかというと、どんな女性かっていうとね、 that っていう気持ちがあるかないかの違いがあります。さあそれではどんどん見ていきたいと思います。 I don't like the car、 私は好きじゃない、その車が好きじゃない。 that、 どんな車かっていうとね、He gave me、 彼が私にくれたというのが並びました。これから自分が言う追加情報に相手の注意を向ける、と言ってどんな車かっていうとねという感じです。さあそれに対して下の文章、 I don't like the car he gave me、 追加情報として直接ひっついているだけになります。これもちろん両方とも意味は変わりません。言っている意味ももちろんわかります。別になくたってこの場合は構いません。さあそれではですね、こちらちょっと注意が必要なこの使い方見ていきましょう。 I like stories、私は物語が好きですよ。 that、 どんな物語かっていうとね、have happy endings、 ハッピーエンドを持っているねっていうのが追加情報として後ろに並びました。この that、 今から言う俺の追加情報をしっかり聞いてくれよ。どんなんかっていうとねっていうことです。それに対して下の文章は何もついていません。 I like stories have happy endings、 追加情報として並べようとしています。しかしですね、この文章実は正しい英文ではありません。学校でも
ちょっとこんなこと聞いたことある人もいるんではないでしょうか。関係代名詞などいきなり動詞の場合は省略してはいけませんよというルールがあります。これはなぜなんでしょうか。見ていきたいと思うんですが、主語と述語の間が2つできてしまいます。なので急に訳がわからなくなってしまうといった理由でですね、これざっとが必ず必要になります。もうちょっと見ていくと、 I like stories のところでここで主語が終わりました。これは下の文章も一緒です。ただ上の文章はざっとと言って、どんな物語かっていうとね、ハッピーエンディングスを持ってるんだよに対して、下はですね、どんな物語かっていうとねっていう前置きがありません。ただ生身の動詞がべっちょりと張り付いている。このおかげでですね、また動詞が出てきたぞ、あれどこが主語の終わりなんだいになってしまうという、そういった現象が起きるということです。要するに日本語にすると、下の文章は私は物語が好きですわ、ハッピーエンドを持っているというふうに聞こえてしまうという理由からですね、この下の文章は奇妙に聞こえるという、そういった現象です。ということで、ざっとの後ろがいきなり動詞の場合は省略ができないと、そういったわけになります。さあ、それではどんどん見ていきましょう。 The book that、 その本といった後に that、 どんな本かっていうとね、 I read yesterday、私が昨日読んだっていうのが追加情報として後ろに並んでいます。それは is famous in Japan、 日本で有名なんだよ。さあ、それに対して下の文章、関係代名詞の that を省略しています。 The book I read yesterday、 それは famous in Japan、 これはもちろん意味がわかります。この2つの文章、もちろん何が違うのかというと、どんな本かっていうとね、っていう気持ちがあるのかないのか、ただその違いなだけです。さあ、それでこちらの文章を見ていきましょう。 The car that、 どんな車かっていうとね、broke down、 壊れた。これが追加情報として後ろに並びました。それは has been repaired、 現在完了の受け身が並んでますが、直されちゃってますよっていうことです。ここで主語が終わったような感じがします。それに対してですね、下の文章 the car、 その車の後に broke down が並びました。ここで動詞の過去形が来たような感じがします。ここで一回主語が終わったように聞こえるというわけです。その車は壊れました、は has been repaired、 直されちゃってますに聞こえます。さあ、これもですね、関係代名詞の that の後が動詞が来ています。なので省略が不可ということです。これもやっぱりですね、主語と述語の間が2つできているように聞こえるということです。急に読みづらくなる、聞きづらくなってしまうということになります。この文章もやはり日本語にするとこんな感じです。その車は壊れましたは直されちゃってます、そんな風に聞こえてしまうということです。さあ、それではやっていきたいと思います。 WH 語の関係代名詞、こちらを見ていきたいと思います。これができればですね、かなりこの英語を読むのが楽しくなってくるんではないでしょうか。関係代名詞でつまずいた人ものすごい多いと思います。さあ、それでは見ていきたいと思いますが、とその前にですね、 WH 語の関係代名詞、これ疑問文との WH 語と何が違うのか、何か違う点があるのか、なんで同じ単語を使うのかといったところも見ていきたいと思います。さあ、これまで皆さんは学校ではですね、こんな風に習っていたんではないでしょうか。こちらをご覧ください。 I don't like the car、 私はその車が嫌いだよ。そして追加情報として He gave me、 彼が私にくれた。これはもう大丈夫ですよね。彼が私にくれたが追加情報として後ろに加えられました。そうすると、私は彼が私にくれたその車が好きではない。それに対してこの文章、関係代名詞を使って見ていきたいと思います。先行詞 the car ということで物だ、なので which を関係代名詞に使いなさい。そして追加情報で he gave me、 彼が私にくれたを並べましょう。そんな風に習ってると思います。さあ、ここで学校ではですね、先行詞が物なら関係代名詞は which、 そして次のような文章 she is the woman、彼女はその女性だよ。そしてその追加情報として I love、 私が愛しているっていうのが後ろに並べられました。これは関係代名詞を使っていません。それに対して関係代名詞を使うと、この The woman が先行詞、人なので Who を使いましょう。そして
追加情報 I love が後ろに並びました。これで私が愛している女性ということになります。先行詞が人なら関係代名詞は風だよ。こんな風に学校で習っていると思います。そしてですね、さらにですね、このザットというのは物でも人でもいける、ザットは最強のカードだよみたいな感じで、まあトランプでいうジョーカーみたいな感じで教わってる方も中にはいらっしゃるかもしれません。ただですね、そういう風に習った人、少し修正が必要になってくると思います。それでは修正をして見ていきたいと思うんですが、疑問詞の WH 語も基本的には同じだということをここから学んでいきたいと思います。この今からの数分間、たった数分間で皆さん関係代名詞と関係副詞が驚くほど分かるようになると思います。ぜひお楽しみにしていてください。それでは行きましょう。どうぞ。He is Ken の Ken の部分がわからないとき、誰なのかわからないときありますよね。この部分です。これがこんな感じ、ド忘れをしてしまった。彼って誰だっけなって思ったときに聞く疑問文です。それができるのがこちらです。この 5W1H と呼ばれるもの。What, When, Where, Why, Who, How。それぞれこんな意味があります。どうぞ。もの、とき、場所、理由、人、様子、方法。この 5W1H の使い方、今から覚えていきましょう。まあこの 5W1H という表現、これは旗だと思ってください。目印です。この使い方を今からしっかりと覚えていきましょう。はい、それではこちらをご覧ください。 He is Ken。 この Ken の部分、忘れてしまうことってあると思うんですが、誰なのか思い出せないとき、こんな風に言ってください。 He is 日本語でもありますよね。ってやつです。そうすると知ってる人は、あ、彼はケンだよ。He is Ken。 教えてくれます。それがこんな感じです。このように空欄にしてあげる。そうするとこの点点点の部分、空欄の部分を相手が埋めてくれるというわけです。これがかなり原始的なんですが、空欄にしてそこを聞く、こういったテクニックがあります。これも疑問文の一種です。ただし言語というのはこんな原始的な形ばかり使っているわけではありません。さあ、この空欄を作るこのパターン、 He is a の部分から進化形、こちらです。この Ken の空欄、人が本来入る部分、 Ken だという答えが入る部分はっていう代わりに旗をドンと刺してあげる。人の旗、要するに Who だというわけです。これで He is Who と聞いてあげれば、ここに人を入れて教えてくださいねというサインになります。先ほどよりもって言ってるさっきの文章よりもちょっと相手にとっては親切な感じがします。少し、まあ、ステップアップしたというか、そんな感じがします。ただし進化はここまででは終わりません。相手にまず旗を立てて予告してあげる、これが最終進化だと思ってください。どういうことかというと、今から聞くのは人ですよ。風を先に刺してあげる。いいですか、今から人を聞きますよ、そこは空欄になってますよ、教えてくださいね、ということで、あとにはただ疑問文が続くだけです。次に来るのはこのパターンでは B 動詞が飛び出るはずです。テンションが高い、知りたいという感情で文章の形が崩れています。 B 動詞が前に飛び出たわけです。それで Who is he? そして Ken の部分は空欄になっています。最後はクエスチョンマークで締めです。 Who is he? という形になります。これがこの WH 疑問文の仕組みというわけになります。高級時計が大集合、ロレックス、カルティエ、ブルガリーオメガ、人気ブランド勢ぞろい、名古屋清水口の美宝堂へどうぞ。はい、こちらです。これは B 動詞の文章だけにとどまりません。一般動詞でももちろんこういったパターンがあります。例えば He likes dogs、 彼は犬が好きですという文章で、これで彼って犬が好きなの？と聞きたいときには疑問文で形が変わるんですが、 B 動詞のように意味の軽い言葉ではありません。一般動詞には意味があります。なのでそのまま飛び出るほど英語の語順というのは緩くありません。なので形を変えて Does、 Does he like の部分、もちろん三人称単数は Does で表しているので、ここは like 原型になります。
それで Does he like dogs? という仕組みになっています。はい、もちろん一般動詞でも空欄を作って疑問文を作ることは可能です。犬の部分を忘れてしまった、彼が好きなのはなんだっけなっていう時には He likes、これでもちろん疑問文は原始的ですが完成しています。相手が知っていたら、あ、He likes dogs と教えてくれますが、この疑問文の形、原始の形では本当に聞きたいことにたどり着くまでに少々時間がかかることももちろんあります。なのでここで旗を立ててあげる。もの、そう、ここの空欄に入れてほしいものはものだよというサインを相手に指してあげる、示してあげる、はっきりと示してあげる。そうするとさっきよりもステップが上がったような疑問文を作ることができます。もちろんものなのでここには旗は What ということになります。 He likes what という疑問文が完成するというわけです。さあ、さらにさっきと同じ旗をまず立てて予告するパターンを見ていきましょう。空欄の部分に入れてほしいのはものでした。なので What、 これで今からものを聞きますよ、そこは空欄になってますよということがサインとしてわかるわけです。あとは疑問文が続けばいいだけ。 Does he like、 そして空欄というわけです。これで What does he like ということになります。さっきよりも少し慣れてきたんではないでしょうか。さあ、さらに見ていきましょう。 She lives in Tokyo、 彼女は東京に住んでいます。え、彼女って東京に住んでたんだっけ、みたいな感じの時、疑問文はもちろん Does が飛び出ます。ここで三人称単数の S がついてます。ここで三人称単数の S を表しているので Lives の部分はもちろん原型になります。 Does she live in Tokyo? ということになります。さあ、この文章でももちろん空欄を作って聞くことは可能です。 She lives、東京だったっけ、埼玉だっけ、とにかく何の範囲内に住んでいるのかわからない。そこでもうその in Tokyo の部分を空欄にしてしまうということです。 She lives in Tokyo、 She lives、にしてしまうということです。こんな感じですね。ただこれもやっぱり原始の形です。 in Tokyo になると場所になります。東京の中という場所になります。なのでここ全体を聞きたいときには場所の旗をぐさっとさせてあげる。そして場所の旗、それは英語では Where になります。 She lives where という疑問文を作ればいいというわけです。さあ、さらにステップアップしていきましょう。まず旗を立てて予告をします。場所が聞きたいので Where、 今から場所を聞きますよ、そこは空欄になってますよ。そしてあとは疑問文が続くだけ。 Does she live? Where does she live? もちろん in Tokyo の部分は聞きたい部分です。空欄になっていて当たり前。そしてクエスチョンマークで締めということになります。さあ、先ほど見ていただいた WH 疑問文、もうお分かりですよね。この使い方、こいつらが旗だということ、そして旗の使い方を今回少しだけ覗いていただきました。もう一度ここで復習をしていきましょう。はい、以上 WH 疑問文と呼ばれるものをおさらいしていただきました。これから WH 語を使った関係代名詞、関係副詞を見ていきたいと思うんですが、感覚的にはほとんど同じです。はい、そういうわけでこちら WH 語の関係代名詞ちょっと見ていきたいと思います。彼女はその女性だよと言って、この女性、人ですよね。これを関係代名詞でつなげます。Who といった時にこんな感じになります。今から人の説明をしますよと言って合図が出てるような感じです。そして改めて、私は今から人の説明しますよ、この人の説明をしますよと言って追加情報をドンと置く、こういった感覚です。もちろん WH 語を使っているので、Who を使っているので、後ろの文章には必ず人が欠けているといったところは疑問文の時と何も変わりません。この部分ですよね。 I love 何々、私が誰を愛しているのかの誰をの部分を言っていません。その部分が空欄になっているのはなぜかと言ったら、もちろんその空欄の部分とその前の先行詞、人の部分をくっつけて考えてくださいねといった感覚があるからです。
さあそれではじゃんじゃん見ていきたいと思います。ダウウォーマン、そして人の説明をしますよと言って追加情報でドン。 Lives next door、 隣に住んでいるというのが後ろに並びました。これでどんな人かっていうとね、隣に住んでいるねのはと言って B 動詞が来ました。 A singer、 歌手だよ。この部分もやはり関係代名詞の後には人が必ず欠けています。この部分、主語の部分がいきなり欠けました。この欠けた主語の部分と先行詞の The woman をくっつけて考えてくださいねといった、そういった感覚があります。さあそれでは物のパターンも見ていきたいと思います。 I don't like the car、 私はその車好きじゃないよと言って、 The car、 物なので which で受けます。この場合 what でないことに注意をしてください。 what の関係代名詞はまた別で改めて解説をしていきたいと思うんですが、この今から物の説明をしますよといった感覚の時には which を使うようにしてください。私はその車が好きじゃない、どんなものかっていうとね、今から物の説明をしますよ。 He gave me、 彼が私にくれたというのが追加情報として並びました。そしてこの場合も後ろのものがどっかに欠けています。それがこの部分、 He gave me、 何をくれたのかはこの部分は言っていません。その欠けた部分と The car をくっつけて考えてくださいね。そういった感覚です。さあそれでは関係副詞と呼ばれるもの、こちらも見ていきたいと思います。 The hotel、 そのホテルといった後に Where、 今から場所の説明をしますよ。ものすごく簡単ですよね。もうこうなってくると WH 語というものが何なのかが分かってくると、もう関係代名詞も関係副詞も一気に関係がなくなってきます。同じ感覚で読めばいいだけ。どんな場所かというと We stayed、 私たちが滞在したというのが追加情報で後ろに並びました。それは Was very old、 とっても古かった。この Where、 もちろん後ろには場所の表現が欠けています。私たちが滞在した、どこに滞在したのか、この部分が欠けています。場所の表現が欠けています。この欠けた場所の表現とザ・ホテルをくっつけて考えてくださいねといったわけになります。さあそれではこちらの表現も見ていきたいと思います。 The camera records the time、 そのカメラは時間を記録しますよと言って、 When、今から時の説明をしますよと言ってます。先行詞の The time、 これを時として受けているわけです。話してはこれを時として見ています。物として見ていないということです。どんな時かっていうとね、そして追加情報こちらが並びました。 The photo is taken、 写真が撮られるというのが追加情報として並んでいます。これで写真が撮られる時を記録しています。そういった意味合いになっていきます。この when の後の関係副詞の中、こちらも時の表現が欠けているはずです。それがここ、その写真がいつ撮られるのかの時の表現が欠けています。その欠けた時の表現と the time、 先行詞のその時というのをくっつけて考えてくださいよといったわけになります。さあその他にもですね、細かいルールっていうのはたくさんあるんですが、細かいルールを覚えていくよりもこの感覚で正しい文章をたくさん読み込んでください。そうすると自然に関係代名詞、関係副詞というのが読めるように聞けるようになってきます。そしてここまでやった内容はですね、ざっとは指すだけ、ないよりは丁寧な感触がありました。そして WH 語は物、人、時、場所などを追加情報を置く場合にはっきり宣言してあげるような、そんな感じがあります。なのでざっとの時よりももっときっちり話しているような感覚があるといった感じになっていきます。さあそれではですね、こっからは前置詞プラス関係詞、これをやっていくとですね、皆さん受験勉強、まあ試験対策というのが少し楽になってきます。大体がここの部分が問題にされることが多くあるんですが、まずこちらの文章をご覧ください。 This is the house in which he lives、 この文章のこのパターンを今回はマスターしていこう。前置詞プラス関係詞といったものです。さあその前にですね、ちょっとおさらい。 This is the house、 これはその家だよと言って、 Where、 どんな場所かっていうとねということです。
今から場所の説明をしますよと言って宣言をして追加情報をどんどん置く。 He lives、 彼が住んでいるっていうのが追加情報に並ぶ。これは前回やったのと同じです。これで彼が住んでいるその家といった感覚があります。 Where を使ったのでもちろん疑問詞を使った場合には必ず後ろが欠けている。この欠けた部分と先行詞をくっつけて考えてくださいよ。そういった感覚でした。さあそれではですね、ちょっと感覚的に違った読み方をしていきたいと思います。 This is the house、 これはその家だよと言って今回の人はこれを物として受けました。どんなものかっていうとね、今から物の説明をしますよと言って宣言をして追加情報でドン。 He lives in。 さあさっきとちょっと違う感覚があるのは分かりますか。さっきは場所として見ました。しかし今回のこの文章ではこの話し手はこの家を物として受けました。なので which、 今から物の説明をしますよ、どんな家かっていうとねといった感じです。そして He lives in、 彼が中に住んでいるっていうのが後ろに追加情報として置かれたわけです。この場合ももちろん which があるので後ろは欠ける、この部分です。 in の後、何の中なのかが欠けています。この欠けた部分と the house をくっつけて考えてくださいねと言ったわけです。でもちょっと待てよと、 the house という先行詞、これを物として見るのか、 in the house のように場所として見るのかなんですが、それは感覚の違いです。ただ家には変わりがないんですが、家は建物です。物として見た場合、 the house しか見てない場合には物、 in the house という家の中として一括りにした場合には場所として認識されます。前置詞は基本的には場所を表します、位置関係を表します。なので前置詞プラスもので場所といったわけになります。改めてこの文章をもう一度見ていきたいと思います。 This is the house where he lives。 こちらの場合は where と言ってます。場所です。今から場所の説明をしますよって言ったということは、この the house、 これをですね、この部分 the house を場所として見たわけです。なので後ろには場所が書けます。どんな場所なのか。そしてこちらの文章では This is the house which の場合はこの the house を物として受けました。なので後ろには物が書けています。この in が残るか残らないか、これは場所として見た場合には残りません。 in を含めた物が場所だというわけです。それに対して下の文章は物だけが書ける、なので in はそのまま残っているというわけです。さあちょっと文章を変えて見ていきたいと思います。He wrote the autograph with the pen。 彼はサインを書きました。 with はこんな感じ、西郷どんと犬のような感じです。何か連れ立っているような感じがあります。一緒にあれば with です。さあこんな感じです。彼はサインを書きましたといった時に人とペンが一緒にあるような感じ、これが西郷どんと犬の関係だということです。道具を表すときに with がよく使われます。さあそれでは改めてこの文章を見ていきたいと思います。 This is the pen、 これはペンだよ。どんなものかっていうとねっていうことです。今から物の説明をしますよ。そして追加情報でドン。 He wrote the autograph with。 さあ後ろ、これは必ず物が欠けていなければおかしな文章となります。彼がサインを書いたというのが並んでいるわけですが、 with がついています。この部分 with の後に物が欠けている、その欠けた物とペンをくっつけて考えてくださいねということになります。さあそれでは本丸に攻め込みたいと思いますが、 This is the pen、 これはペンだよ。 which、 どんなものかっていうと、並んで追加情報、彼がサインを書いた、そして with が欠けている、ここまではいいとして、どこが欠けているのかすぐにわからないわけです。この文章の欠点はそれです。一番最後まで読まないとこの場合はどこが欠けているのかわからない。要するに聞き手、読み手にとっては不都合のある文章といったわけになります。さあそれでは、じゃあ欠けてる部分すぐに教えてやろうじゃねえのっていうのが、この前置詞プラス関係詞というわけです。この with の部分、これがぐーっと前に持ってこられると
with の後が書けますよというのが一目瞭然になります。これがですね、読み手聞き手にとってはすごく聞きやすい文章になります。要するにそれを使ってさあといった感覚になるというわけです。さあ、これでこの文章の意味が少し分かってくると思います。 This is the house in which he lives。 この文章どうでしょうか、分かりますでしょうか。この感覚、 This is the house in which といった時に、その中でねということです。ただのどんなものかっていうとといった感覚ではなくて、どんなものかっていうとその中でさあといった感じ、 in の後が書けますよというのが一目瞭然になるわけです。そして追加情報としてドンと、彼が住んでいるっていうのが後ろに並びました。読み方としては This is the house、 これはその家だよ、その中で、その家の中でさあ彼住んでんだよねといった読み方になります。さあ、この文章もう一回見ていきましょう。 This is the house、 これはその家だ、彼が中で住んでいるっていうのが追加情報。これはただ後ろに並んで追加情報を置いただけ、関係代名詞も何も使われてない文章です。それに対してザッとはこんな感覚でしたよね。ザッとは刺すような感じ、こっち見て、今から説明するからこっち見てっていった感じがあるだけです。相手の注意関心を今から言うことに向けているだけです。これはその家だよ、どんなんかっていうとさーって言って、こっち見て聞いてって言って、 He lives in、 追加情報、彼が住んでいるね。そして関係代名詞の which を使った文章はこんな感じ。これはその家だよ、 which と言った時にどんなものかっていうとね、彼が中で住んでいるんだよっていうのが追加情報。そして This is the house の後に where の場合はどんな場所かっていうとね、彼が住んでいるんだよ。そしてこの文章は This is the house in which の場合はその中でねといった感じです。これが追加情報、 He lives、 彼が住んでいる、はい。そしてこの一番最後の文章なんですが、これは実はありえません。よく引っ掛け問題であると思います。 in の後ろに、空欄になってて、ここに当てはまるものを下から選べみたいな感じでざっと選んでしまう人も中にはいると思いますが、これは実はちょっと気持ちの悪い文章になってきます。なんでそれならダメなのかというところを見ていきたいと思います。この仕組みに関してはもう分かったという前提でお話を進めたいと思うんですが、 in which、 その中でねと言って追加情報を並べている、これが in which の感覚でした。そもそもですね、 in は前に持ってこなくてもいいタイプの文章でした。関係代名詞 which だけ使って、 in は一番後ろに置いてあっても別に構わない、それをあえて in を前に持ってくる、すごく丁寧な響きがあるということです。それはなぜかというと、相手に聞きやすいようにする、読みやすいようにするため、そういった優しさ、丁寧さがこの文章を生んでいます。要するに話し手にとっては面倒くさいわけです。わざわざそれをするということは相当丁寧なわけです。それに対してですね、ざっとはただ指で指して注意を引いているだけの表現です。特に丁寧なわけではありません。別に丁寧ではないわけです。ということは、わざわざ in を前に出すほど丁寧に話してるのに、ざっとを使うっていうことがそもそもそぐわない、お門違い、お呼びでないといった感覚になります。はい、皆さんお疲れ様でした。今回の関係代名詞、関係副詞、いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは普段英語版ゲームを使って参考書で身につけるような、そんな文法を学習できるように動画を作っています。もしよろしければそちらにも足を運んでいただけたらと思います。それでは気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。